江原神社は、東京都品川区北品川にある神社である。旧社格は豪社。別名を天皇社、絹のいよいよ大名神という、南の天皇とも呼ばれる。また東海七福神の中の一社として、恵比寿を祀る。以下の五柱の神を祀る。和道2年9月9日、山和国入川上神社より、高尾神の感情を受けて、南品川に創建したのに始まる。 長元二年に、伊勢神宮より、豊家大海は、天照大臣を勘定。公平五年、源、頼地家、義家は、欧州安倍氏聖伐に再始当者と、大国魂神社に賛同し、品川の海中で身を清める。法事元年に、京都祇園社より、小津天皇を勘定。以降、源氏、上杉氏、徳川氏など多くの武家の信仰を受け、 南品川の鎮守として数形さる。後に現在地に潜座。旧鎮座地には、今も、水神の絹のいよいよ神社があるように、元は、品川紀泉社と称す。明治元年直祭者に準ぜられた。なお、江原神社は、品川紀泉社イコール原江原神社が、準直祭者に列せられたとしているが、昭和50年に12の、準直祭者を元に定めた東京10社においては、 品川神社第十三代官主小泉立脇の文章根拠に品川神社が列した。現在、品川神社、江原神社とももと、潤直祭者を名乗っている。明治3年、順直祭者制度が廃され、改めて豪舎に列した。明治8年、品川祈祭者の名を改めて、江原軍の名をつけて、江原神社に改称9月に、貴船祭、6月初旬に、 天皇祭、11月に大鳥祭りが行われる。6月の天皇祭は、当社の霊祭天皇図沖で、神面をつけた御腰が海に入る、御神面海中渡魚が行われる。これは、法暦元年6月、品川沖の海面から、御図天皇の面が発見されたことにちなむものである。天皇図の地名はこのことによるものである。天皇図は現在は埋め立てにより、 陸地になっており、当社の宇治こ地域になっている。小津天皇が水人であることから、参加者をカッパになぞらえ、カッパ祭りと、俗称される。ABCDEFG、江原神社、天皇社東京都神社長。2021年1月6日閲覧。年中行事時点 P1011958 年5月23日、初版発行にし 各遺状況編東京堂出版 AB 江原神社純直祭者2021年1月6日閲覧品川神社北野天皇社東京都神社長2021年1月6日閲覧ありがとうございます